施設で楽しそうに過ごす高齢者。しかし今、こういった施設に入れない介護難民の増加が大きな問題になっています。特別養護老人ホームなどの施設数が不足していることや、民間の介護施設は高額な保証金や入居費用が必要なことなどが主な原因です。そんな中、礼金・敷金などの保証金が必要なく安価で入居できるサービス付き高齢者向け住宅が注目されています。このサービス付き高齢者向け住宅を建設運営している株式会社アーバンアーキテックを取材しました。現在、茨城、千葉、埼玉を中心に介護サービスと医療サービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅ご長寿クラブを運営しています。アーバンアーキテックがご長寿クラブの運営を始めた背景には、高齢者を取り巻く厳しい現実があったのです。非常に高齢の方、行き場のない方も増えてくるという中で、誰しもがですね、高額な入居金と、月々の支払いをですね、支払えるわけではないと、大半の方はその年金の範囲内で支払うということになりますので、まあそういう普通の方がですね、入居できるような施設が圧倒的に不足しているなと、そういった実感は実際ありました。そこで2009年、川又社長は茨城県水戸市に年金生活の高齢者でも入れる最初のご長寿クラブ水戸千葉を建設したのです。どんな方法でローコストを実現したのでしょうか。パッケージングされたものを繰り返し建てることによって建築単価を下げると、まずそこが一番大事なんですね。まあ弊社の場合には地主様に建てていただくんですけれども、弊社の方で企画して安く建てる、それを弊社の方で一括して借り上げて、それで入居者に提供していく。やはり前提になるのはローコストビルディングと、その中でのローコストの運営ということなんですね。 JR 常磐線日立多賀駅、その近くに立つホテルを訪れるアーバンアーキテックの営業藤枝さん。このホテルのオーナー渡辺さんは今別の場所に所有する土地にアーバンアーキテックとしては9番目となるサービス付き高齢者向け住宅を建てています。アーバンアーキテックは低コストで住宅を建設するため、土地オーナーの土地活用の一つとして高齢者向け住宅を提案しているのです。藤枝さんは長期的に見ると高齢者向け住宅は安定した収入が見込めるといいます。我々の事業っていうのは介護保険というものを扱っていく事業ですので、アパートとかそういう一般的な、事業よりも安定している事業だと、私はその部分を一番強くお話しさせてもらっています。土地オーナーの渡辺さん、高齢者向け住宅の建設を決めた一番の理由は何だったのでしょうか。地域に貢献できる事業ということで、話がありました。3カ所ですかね、アーバンさんが運営している施設を見させていただきまして、ハードはもちろんなんですけれども、やはりそのソフトの部分ですか、アーバンさんの思いとベクトルが合ってるかなと、なんかそんな風に思いまして、アーバンさんとやっていけたらなと、そんな風にその時に感じました。オーナーの渡辺さんと藤枝さんが建設中の施設を見に行きます。海の見える高台に立つご長寿クラブ大三日、この施設はもうすぐ完成します。藤枝さん、この仕事のやりがいは。こういった建物施設を作り上げて、でまずそのオーナーさんに喜んでいただくと、でその後に施設の運営が始まって、入居者のご高齢の方に、入所していただいた後に、その入居者の方の笑顔を見ることがすごく達成感を感じます。アーバンアーキテックは土地オーナーに高齢者向け住宅の建設による土地利用を提案することで、安価で介護と医療のサービスを提供する高齢者向け住宅の数を増やしているのです。そしてもう一つ、施設を安定的に運営するために重要なのが入居者の確保と
それぞれの入居者のニーズに合ったサービスの提供だといいます。アーバンアーキテックの入居者営業鈴木さん、入居者のケアプランを作成するケアマネージャーから新しい入居者の情報を聞きに来ました。入居者一人一人に合ったサービスを提供するには事前に入居者の情報を詳細に把握することが大切なのです。例えばこんな情報です。車椅子とかの方だとデイサービス利用しないときに着替えとか発生したり、普段異常移動といったようなサービスが発生するので、あとは病気にもよっていろんな食事の条件とかも変わってくるので、そういうのも事業所さんとはお話はさせていただいています。だから払っていただく料金も違いますし、介護の内容も違いますし、全部違うので、そこがこのサービス向上向け住宅の大きな特徴でもありますので、この価格でここまでやってくれるんですかっていうのを目指してます。ここには現在20名の入居者が暮らしています。食費を除いた家賃はおよそ4万5千円、教育費はおよそ9千円、敷金は必要ありません。入居者はどんな感想を持っているのでしょうか。だからみんなとこうしているのがいいんでしょう。楽しいのは楽しみですよね。楽しいです。もしくね、いやだったら何にもないですよ。施設なんか入ってんの嫌だから、もう1ヶ月ぐらいで帰ると思ってたんですね。そしたら居心地良くなっちゃってね、もう1年1ヶ月になりますかね。これ少人数の住宅だからこそ入居者全員と気心が通じ、楽しい毎日を送ることができる。鈴木さんはこの笑顔が何よりも励みになると言います。初めて会った時のご家族と本人のすごくこう不安そうな顔、これから私たちどうなっちゃうんだろうかっていう、その段階をこう相談しますので、それが2ヶ月3ヶ月後に、いやーよかったわ、ご長寿さん入ってよかったということが家族も言っていただいて、ご本人も言ってもらうっていう、それがもう最高に快感ですね。アーバンアーキテックは有効な土地利用の提案と低コストで施設を建設するノウハウ、そして効率的な施設運営によって安価な入居費を実現しています。これからもそのニーズは増えていくといいます。今後ますます必要とされるエリアということになると、やはり首都圏に近いエリアなんですね。特にですね、弊社が進めているようなローコストビルディングによるローコスト運営と、そういったものは需要がますます増えるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。2025年には団塊の世代が後期高齢者になり、介護難民の数はますます増加すると予想されています。しかしその全ての高齢者に十分な蓄えや整った環境があるわけではありません。その中で安価で介護や医療のサービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅の必要性はますます大きくなっています。